俺が徳岡積み打ち話ですれ近むだけど、10時、2時ママに DSL やられた。確かに、その DSL は、DSI 買ったし、十字娘たちにあげてもいいかなとは思ってたんだけどな。以前から典型的などキュンシングルマザーだったんで、縁切りしたいんだけど。実母がゲームくらいとか言って、気にも留めようとしない上に。責める俺が悪いような論調で、当の十字まで開き直ってて、もう疲れた。ちょくちょく、家、母と俺のみ。父は、打開済みに、子連れで遊びに来てたんだが、3月頃、適当に置いておいた DSL と、入れっぱなしだったと思われるソフト1本が、気がついたら見当たらなくなってた。その時は、どこ置いたっけ？くらいで気にもしていなかったんだけど、先週遊びに来た時、十字娘が亡くなった DSL& ソフトと、全く同じ組み合わせでゲームしてた。その時点で、いろいろともにょり発したんだけど、まずは確認ってことで、娘に、あれ？ DS 買ってもらえたんだって話しかけたら、ママがくれたの。という返事。で、それとなく一緒になって遊びつつ、向こうの DSL のシリアルを確認。以前に、一度修理に出して帰ってきた時、控えておいたシリアルと照合すると、バッチリ。その時は、とりあえず十字娘が楽しそうだったし、本人が盗んだんじゃなければ、取り返す気もしなかったので、何も言わずにスルーして、一家が帰った後に母に報告すると、向こうは片親で苦しいんだし、そのくらいいいじゃないと。さらには、ゲームなんて子供がやるもんだから、いい加減にとか、そういうことしか言われず、そのまま母と喧嘩する勢いで押し問答をしたんだが、ゲーム悪な世代の親だったから、拉致が開かなかったんで、切り上げて本人に直電話。お前、俺の家から DSL 持って行ったよな。だって、新しいの買ったから、古い方は使わないって言ったじゃん。だからって勝手に持って行っていいのかよ。何そんな小さいこと言ってんの。昔から、あんたどうでもいいことうだうだと。実際はもうちょい長いが、ここら辺でもう呆れ返った。この後も、いくら言っても、話が平行線だったんで、何も解決せずにガチャン。とにかく、悪いことをしたという意識は皆無らしい。理解不能。以前から、母と重視の仲が良すぎて、母と重視が共通で気に入らない俺の趣味オタ系のフィギュアや、ガンプラなどを、俺の留守中にゴミ袋に詰めて勝手に捨てようとしたこととか、父の葬儀の後、遺産と借金絡みで、ゴニョゴニョ、というのも過去にあったんで、もうそろそろ限界かな、というところです。ただ、縁を切ろうにも、母が何ら問題視していないのでと。何の解決もしてない話ですみません。半年前に離婚。こなし。旦那とは、同い年で結婚8年、30代半ば。旦那の方は、事業がうまくいかなくなって、妻に離婚を求められたと周りに吹聴しているが、本当は全く違う。実情を知ってる人たちは事実を拡散してくれているが本当に腹立たしい。一昨年実父が亡くなって家族葬ながら祭壇もお棺もいくつかあるランクの中から真ん中辺を選んだ。私は母が結婚前に亡くなってるし父との別れはちゃんとしたかった。結婚式と同じで葬儀社のカムだとか無駄な儀式だとか言う人もいるけど、少なくとも父たちの世代はこれが普通なんだし、私もこういうことはちゃんとやりたいタイプ。もしは一人っ子の私がやったんだが、葬儀場であれこれ決める段階で旦那がやたら口を出した。家族だけなんだから無駄だろって。葬儀費用は私が自分で出す。だから好きにさせてほしいと説明&お願いしても、無駄金だのかもにされてるだの、あれこれ決めてる最中に横からうるさい。葬儀社の人も最初は苦笑していたが、途中から無表情になったぐらいしつこかった。葬儀が終わってから、葬儀社からの請求書の金額を見て、ちなみに約200万。必要のない出費だった、無駄だった、馬鹿みたいだ、再びしつこく言われて大喧嘩。
その時に言われた言葉が、亡くなった人間より生きてる人間だろって。そういうのは、人それぞれの考え方があるだろうが、今は違うだろうと思った。私が腹が立ったのは、旦那は結婚後に独立して自営なんだが、私は別の分野の仕事をしているので、旦那の仕事にはノータッチ。父からの援助や人脈で、かなり世話になっていた。父が勝手にやったというなら、まだしも、旦那が父に頼み込んだわけで。今の事務所なんて、特に父の人脈がなければ、旦那にはとても借りられないような立地。生前それだけ世話になっておいて、葬式代をケチろうなんてふざけるなと思った。もしかしてと思って、知人に旦那の会社の状況を調べてもらったら、かなり厳しい状況だったらしい。父の顔を立てて仕事を回してくれる人がいて、どうにかなってたみたいな。父に、それなりに多くの資産があるのは分かってたけど、思ってた以上に相続することになり、旦那は、きっと、このお金を当てにしていると思うとゾッとして、父に対する不義理への復讐もあって、離婚を決心した。離婚に簡単に応じないのは分かってた。旦那の実家、義父は、奇跡はあまり裕福ではなくて、離婚したら困ることがたくさんあったろうから。それにしても、いくら裕福ではないと言ったって、嫁の父親が亡くなったのに、香典どころか弔電すらないってどうなのよ。揉めて揉めて、抵抗されて抵抗されて、結局、最後は、汚い手を使わせてもらった。訃報を聞いて、私を心配してくれた父の友人たちに、こんなことがあって参ってる、よよよ、と一芝居。情けをかけてくれていた人たちに、そっぽを向かれた旦那の会社は、一気に傾いた。そうなって、やっと頭を下げて、涙も鼻水も垂らして謝ってきたが、今更でしかない。結局、結婚8年程度じゃ大した貯蓄額ではないが、会社を畳んで転職するための資金として財産分与を放棄して決着。役所に届けを出した後、車の中で泣いてしまったよ。あんな男だって10年も付き合って、恋人時代を含めなぜわからなかったんだろうって。もっと早く気づいて離婚していたら、もしかしたら子供にも恵まれて、父に孫を見せてあげられたかもしれなかったって。でも全てが今更。自分の男性を見る目のなさにヘキヘキしてて、この先再婚とか考えられないし。幸い、今は、お一人様でも生きていけそうな世の中でもあるし、それでも何か見つけて、前を向いて生きていこうと思う。